競技の選手女性スポーツとも呼ばれる。もともと伝統的な村の祭りでは女性がダンスに参加することもあったほか、力比べや球技などにも女性の参加が見られた。また、上流階級では狩猟にも女性が参加していた。古代オリンピックでは女性は参加は愚か観戦もできなかった。しかし、急にスカは オリンピックの戦車競争で戦車の所有者として勝利を手にした。ユルリアーニス、ベリスティッシュ、チマレタ、ティーダター、カシアがそれに続いた。古代イギリシャではオリンピックとは別の大会として女性のアスリートが参加するへ、ダイヤが開催されていた。18世紀にはクリケットなどのスポーツで女性同士のチームによる試合が見られたが見せ物的な要素が強かったと言われている。 さらにビクトリア期に入ると産業の発達とともに男女の役割文化が進み女性の運動にはせいぜい散歩や軽めの体操がふさわしいと考えられるようになったこうして女性は近代スポーツの成立の過程から取り残される結果となった1860年代には教育者や知識人によって女性にも一定の運動を推奨すべきと しかし1860年代末頃になると少しずつ女性のスポーツへの参加が見られるようになった。1869年にはイギリスのヒッチンにあるヒッチン女子校で体操や運動などが行われるとともにレクリエーションとしてクローケーやクリケットなどのスポーツが行われた。ヒッチン女子校は1873年に移転してケンブリッジ大学のガートンカレッジとなり、 後発のニューナムカレッジと共に女子スポーツの拠点となった。ガートンカレッジには1890年にはホッケー、ラクロス、自転車のクラブも存在した。特にホッケーの人気は高く、1895年にはガートン校の生徒と卒業生がホッケーの競技団体を設立し、全イングランド女子フィールドホッケー協会となった。また1912年には、 女子ラクロス協会も設立された。近代オリンピックでは1900年パリオリンピックから女性の参加を受け入れを始めテニス競技などが行われたものの、初めての大会では女性の参加者は男性より極めて少なかった。この理由としては女性の身体能力が男性より低いことからフィジカル面で要求の多いスポーツへの女性の参加がためらわれているといった側面があり、 いくつかの競技では男性が行っていた種目の女子競技へのフィジカル面での要求を下げる取り組みが行われた。この取り組みによりバスケットボールから分離したネットボールや野球から分離したソフトボールが生まれ発展していった。このように女子スポーツは次第に拡大したが初期には未だ批判の対象となったり後期の目にさらされることも少なくはなかった。 黎明期に結成された女性のプロスポーツリーグのほとんどが解散の浮き目にあった。多くの場合、その要因は観客数の伸び悩みに起因するものだった。女性スポーツではアマチュアの競技大会として大会が行われることが非常に多かった。20世紀中期には共産主義国家が女子スポーツを含む多くのオリンピック競技でメダルを独占した。 これらの国ではスポーツはアマチュアで行うものとみなされ、国家がスポンサーについたスポーツ強化策が採用されていたためであった。この国家スポーツプログラムの遺産は現在も残っており、以前共産主義国家だった国が女性のトップアスリートを生み出し続けている。ドイツやスカンジナビア諸国もまた国家として女性のトップアスリートを支援するこの方法を取り入れ強化を行っていた。 スポーツにおける女性の権利は重要である。なぜならば、今日の女性が自由に、スポーツを楽しむ一方で、スポーツに情熱を燃やす女性の自由を獲得するために、行動している女性もまた存在するからである。1900年代、女性がスポーツを行う、際の制限の例は多かった。一つの例として、女子校で、体育教師を務めるセンダ・ベレンソンは、 当時新しく考案されたスポーツであったバスケットボールを自分の生徒にプレイさせたたいと考えたが当時女性はクラブに参加しているもののみ限られた数のスポーツに参加することができる状態だった。スポーツを行う女性の増加は第一次世界大戦と第二次世界大戦の間に始まった。この出来事は当時社会に大きなインパクトを与えた。 というのも、ほとんどの人々が女性はあらゆるスポーツや運動に参加するべきではなく、女性は男性に劣る存在と信じていたためである。しかし、当時多くの人々が女性のスポーツへの参加に反対したにもかかわらず、女性はより激しいスポーツを行う権利を獲得していった。体育の授業でクリケットを学ぶ中国の女子学生ラクロス競技を行う。 女性アメリカ合衆国ではほぼすべての学校が学生にスポーツへの参加を要求しており、すべての女生徒が低年齢からスポーツを行う機会を保障している。これは西ヨーロッパやラテンアメリカではあまり一般的ではない。学内スポーツでは競争力のあるスポーツが男女を分けたままであるのとは異なり精査をなくして競技を実施している。タイトル9の規定は大学に対し、 女性に平等な競技機会を与えるよう要求している。このような女性アスリートを広く確保する方法により、アメリカ合衆国は、オリンピックの女子スポーツ競技における、先進国の地位を保ち続けることに成功しており、フィギュアスケート選手のペギー・フレミングや、メアリー・ルーレットンなどの女子オリンピック選手は広く知られた選手になっている。タイトル91972年、タイトル9 アメリカ合衆国議会で可決されたことで、アメリカ合衆国の女子スポーツは大きく発展した。タイトル9は女性金や奨学金、その他学生への援助を通して、フェデラルファンドを受け取っている学校における性差別を禁じている。法案では、カリキュラムの構成、カウンセリング、学業補助、学校対抗試合など、一般的な教育機会において著しい性差別を、 行ってていいるるる学校からフフェデラルファンドを立つこととができると規定している実際にはタイトル9の難点は学校が法律を遵守する際の確認方法であった。1979年当時学校側が遵守するタイトル9の解釈方法として以下の3つがあった。これらは3パートテストとして知られている。入学者数にほぼ比例させて スポーツに参加する機会を与える。この解釈では、入学者数の男性と女性の割合にほぼ比例して参加機会を与えることで法案を満たすことができる。過小評価されている性別の側がスポーツを行う機会を継続的に増やしていることを示す。この解釈では、過小評価されている性別のスポーツへの関心や能力を向上させるプログラムを増加させ続けることで、 法案を満たすことができる。過小評価されている性別の側の関心や能力に対応する。この解釈では、教育機関において、たとえスポーツに参加する女性が男性より圧倒的に少なかったとしても、女性の関心や能力に合わせる場合に満たされる。学校側は3つの解釈のうち一つのみ遵守しなければならなかったが、多くの学校は3つの解釈の公平性を考慮して、 管理を行っていなかった。多くの学校は最初の解釈に従って法律を遵守しようとしたが、法案遵守のために学校側は男子のスポーツプログラムをカットして対応しようとし、教育省が望まない形で法案遵守が達成される結果となった。公平性はタイトル9を遵守するための唯一の方法ではない。タイトル9の遵守という点において、スポーツ省は単に、 参加、待遇、そしてスポーツにおける財政的な援助の面で、公平性を達成するために努力していることを示す、必要があるとすればよかった。女子スポーツの影響本来、タイトル9の主な目的は、教育機関における男女の機会均等であった。しかし、タイトル9は、スポーツ分野で最も広く適用され、全年齢における女性のスポーツへの参加を増やすこととなった。今日 以前よりも多くの女性が陸上競技に参加するようになっている。2007から2008年度では大学でスポーツに参加する女性の割合は41%になっている。タイトル9が可決される前と現在とでは女子スポーツへの参加数増加に大きな差が見られる。1971から1972年度高校の体育に参加する。 女生徒は294,015人であり、2007から2008年度では300万人を超える女生徒が参加している。これは、高校の体育の参加者数が940%増加していることを意味する。1971から1972年度、大学の体育に参加する女生徒は29,972人であり、 2007から2008年度では166,728人へと増加し、456%の増加となっている。男性で見られるように、スポーツに愛と情熱を注ぐ女性の数は増えている。女子スポーツの参加者数の増加は、女性の生活の他の分野にも直接的に影響を及ぼしており、女性の教育や雇用でその影響を見ることができる。 近年の研究ではタイトル9が可決されたことで教育を受ける女性の数が20%増加し25歳から34歳までの女性の雇用が40%増加したと論じられている。これによって人生で成功を収めた全ての女性がスポーツを行っていたとは言えないもののスポーツに参加した女性は教育や雇用において何かしらの利益を得る可能性が高くなるとは言える。 機械均等に向けて今日、男子スポーツと女子スポーツの間における平等を求める争いが起こっている。2000年に832校で実施された NCWA の調査によると入学者数の54%を女性が占めているが、これらの学校のスポーツ競技者に占める女性の割合は41%にまで低下する。これは男性アスリートに対する女性アスリートの割合は、 入学者数に占める男性と女性の割合にほぼ比例しているべきであるとするタイトル9の規定に違反している。問題点の多くは男子スポーツと女子スポーツに計上される費用の問題に帰着される。2000から2001年の数字によれば男性の大学におけるスポーツプログラムは女性に比べ、奨学金、運営費用、募集費用、監督の給料など多くの面でまだ上回っている。 不平等は監督のチームも見られる。タイトル9が施行される以前、女子チームの90%が女性監督により指揮されていた。1978年、その数字は58%に低下し、2004年には44%にまで減少している。1972年、女子アスリートのプログラムの90%が女性が管轄していたが、 2004年にはこの数値は19%にまで低下し、女性の管理者がいないプログラムも18%にまで増えている。2004年 NCWA の女子アスリート育成プログラムには3356の管理職があり、そのうちの35%を女性が占めているという結果も報告された。今日、女性は あらゆるスポーツに参加することが可能になっているが、一番数の多い女性の陸上競技プログラムにおいてさえ、男性のプログラムの方が多い。これらの統計により、タイトル9は女性がスポーツに参加することへの差別を取り払ったとは言えるが、未だ機械均等は達成されていないことがわかる。テニスは1970年代以降最も人気のある女子プロスポーツであり、 ビリー・ジーン・キングとボビー・リーグス関与を受ける試合など男女対抗試合が組まれることもあった。これは女性アスリートの増加を促進する形となった。しかし女子テニスの成功は女性のチームスポーツのプロ化を促進するまでには至らなかった。女子プロフェッショナルチームスポーツは1990年代にバスケットボールやサッカーなどの種目で生まれた。この女子プロスポーツ選手の増加は アメリカ合衆国や特定のヨーロッパの国々、全共産主義国家などでしか起こらない、つな増加であった。この頃、女子サッカーはアメリカ合衆国、中華人民共和国、ノルウェーなど、歴史的に男子のサッカーナショナルチームの強化が盛んでない地域で発展した。しかし、近年ではドイツやブラジル、スウェーデンなど、男子のナショナルチームでも、競合とされる国でも、 女子サッカーに力を入れるようになっている。競技人口は増加しているものの、女子プロスポーツリーグは経済面で苦境の立たされることが多く、それは現在でも続いている。ワンバは女子スポーツ市場開拓を期待されたものの、NBA の全面的支援により成り立っている状態である。似たような試みは女子ボクシングでも見られるが、長収を引きつける三段が可能な有名。 男子選手による試合の前座試合として組まれることが多い。今日、女性は事実上すべてのスポーツでプロフェッショナル、アマチュア合わせ競技を行っている。しかし、よりフィジカルコンタクトの多い、激しいスポーツになると参加者のレベルは下がる傾向にある。アメリカンフットボールやボクシング、レスリングなどの種目では他の激しさを要求されない競技に比べ、競技人口は少ない。 しかし、これらの競技でも試合に関心を持つ女性は、ゆっくりとではあるが増えている。2003年の NCWA、アメリカンフットボールリーグ一部の試合において、ニューメキシコ大学と対戦したケイティ・ニーダーは、試合中2ポイントコンバージョンを上げたことで、NCWA の試合において、得点を記録した初の女性となった。現代のスポーツでは、ゴルフ、マラソン、アイスホッケーといった、 歴史的に男性のスポーツとされてきた種目においても、女性アスリートの身体能力向上から発展が見られるようになっている。ありがとうございます。